えー、こんにちは荒木和弘です令和3年5月1日土曜日のショートメッセージをお送りします、えー、今日は午前9時から秋田市の秋田高等看護学院の跡地でですね、えー、ライブを行います木村香さんの失踪について、えー、それから14時からあ小賀市でですね、えー、昭和56年に起きたあ小川木本事件に関するライブを行います でそれと、今日収録して、えー、流すのあ後になるんですけども、現地了解ということで、録画で、えー、お知らせするのが、漂着船です。で、えー、この冬は漂着船ほとんど来ませんでしたけども、前に来たものがですね、男鹿市に2隻残ってます。それをですね、皆さんにご覧いただきたいというふうに思ってます。ぜひご覧ください。で今日お話しするのは、昨日のパク・チョンヒの続きです。 で、えー、パク・ションヒについてのいくつかのエピソードをお話ししたいと思います。え一つはあの、卒業論文書いてるときにですね、えー陸あの、満州国の軍艦学校から陸士に行ったあ日本人の生徒の方、同期生の方にですね、何人かお話を聞いたことがあります。その中の一人のお話でですね、印象的だったことがあるんですね。これはあの当時の満軍、まあのですね、 えー、軍艦学校の中に、まあ、朝鮮系の生徒も、まあ、たくさんいたわけですけどもこの朝鮮系の生徒だけの集まりがあったんだそうですで,、えーまあ、ですから直接見たわけではないけども聞いた話として、えー、その集まりの中ではですねパクチョンヒが えもう普段は無口で何にも喋ゃらない人だったそうですけどもその時だけは人が変わったようにです、ね、熱弁を振るって、えー、まあ朝鮮はあの力をつけて独立しなきゃいけないんだというようなことをです、ね、話していたということでした。でそれからあーもう一つはずっと後になるんですけども何年か前あのー。 東京の韓国大使館で駐在武官をやられたコンテファンさんという方がおられます、まあ、私もいろいろ親しくしていただいた方なんですけども、この方が言ってた話で、パク・チョンヒ大統領には息子さんが1人いて、ですね、その息子さんが陸軍士官学校の生徒だったとで、その同期生だったか後輩の縁で、ですね、大統領官邸に呼んでもらって、昼食をご馳走になったことがあるんだそうです。 でその時に大統領は、ですね、まあ、コンさんはあのこの人、まあ、軍人出身だから、で自分が陸士の生徒なんで、えー、軍隊の話ばっかりするんだろうというふうに思っていたと、でところがあ実際はですね、えー、軍隊の話全くしないで、もう韓国はもう経済をこうやって引き上げなきゃいけないんだということを、ですねあの、もう延々と語っていたという話でした。 えーまあ、ともかく、もうパク・ションヒの頭の中にあったのは、もうなんとかして韓国を本当にですね、飯の食える国にしなければいけないということがあったのではないかと思います。もともと貧しい家に生まれた、えー、人ですし、それから、まあ、クーデターをやった後ですね、あの,時にあのえきに、いつの時点か、私もちょっと忘れましたが、言っていた言葉で、当時の韓国の状況をですね、 えー、火事に見舞われてしかも火事場泥棒にみんな持って帰ったその焼け跡にですね立ったような気分だったというお話なんですね。で、えー、クーデターの直後に、まあ、パク・チョンヒはですねアメリカに飛んでしてあのケネディ大統領に会うんですね。 えーでまあ、ケネディと、それから、まあ、ジョン・ F ・ケネディですね、ジョン・ F ・ケネディとそれからパク・ションヒというのは、年が同じで、ですねで、えーまあ、両方とも暗殺をされる悲劇の人になるんですけれども、まあ、その時はもちろん、あの両方とも現職の大統領と、からパク・ションヒは、えー、と確か国家再建最高会議の議長になった後だったと思いますが、えーまあ、国のトップ同士であると。 でえー、当然そのお、そういうことであればお土産持っていかなきゃいけない、でところがあの、まあ、韓国にはお土産はですね、えー、とりあえずあの、李朝の陶磁器があったんですけれども、包む紙、きれいな化粧紙がですね、えー、なかったんだそうです、それが作れるような状況でなかったと、でどうしたかというと結局、タバコの包む銀紙をですね、えー、使って、まあ、それで包んで持っていったと,、まあ、というほど貧しい国だったということです。 でもその貧しい国が、えー、パク・ションヒが暗殺される1979年ごにはもう中心国としてですねあの国際的にも注目をされていたあということですね。でパク・ションヒという人はあのーまあ、自分の師範学校時代の担任の先生にも後に言ってますけどもやはり自分がですね、えー、クーデーターで政権取ったんだからやがて自分があ、まあ、殺されることになるかもしれないと。 えまあそういうことはもう覚悟してますという話をしてたあそうです。えー、まあですからおそらくまあ悲劇的な最後ではありましたけども本人としてはもうそれは当然のことだというふうに受け止めていたのではないだろうかと、えー、まあそういう生き方は非常に惹かれるんですねやはりで、えー、まあそういうことも自分がやろうとしてできるわけではありませんけどもそういうことがあって私もずっとですねこの爆笑犬に対する 関心を持ち続けてきたというやっ、えー、まあそこまでいかないにしても日本の政治家でもやっぱりそういう,こう自分が死ぬかもしれないとかいうことをですねあの思っていればまたあ政治に対する対し方も違うんではないかなと、まあ、自分が別にそういう場にいるわけではないんで無責任な話ですけどもそんなことを思います、えー、自分自身があの一番尊敬する人であるパクチョンヒ。 え、まあ、これからも、まあ、物理没理ですけども、研究は続けていきたいなと。いうふうに思っている次第です。えー、今日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。